どうも、しょうえです。ちゅうことでですね、最終決戦が近いのかっていうか、トレンツに乗れば終わりだと思うんですよ。なのでもうちょっとのはず。ここはエイリアンがいないのかな。ちょっと通れないみたい。17しかないので、解放射器がちょっと非常に心細いけど、パイプボムにしとこうか。おーおーおお、ここ一番最初に来たとこじゃないの。そこね、木星みたいな星がそこから見えましたよね。これもそんなに意味なかったんだよ。どうしたね。そうだよね、ついてるだけだよね。下のあれはないね。ビデオコムっていうなんか電話装置でしょうね。あそこにあった公衆電話みたいなやつでしょう。でここに行ってない方を見ようか。こっちの奥来てないですよね。来たっけ。なんかあそこ空いてるよ、意味深に。なんだあれ、ピコピコ言ってるよ。エアホッケーがある。これなんだ。なんかここやったんだっけ前。特に何もないね。なんかゲームセンターの機械みたいのもあるし、なんだろうねこれ。あ、そんなのどうでもいいって早く脱出しなさいよ。って、ラーメンのマークもあったし、どこに行けばいいんだろう。これはいけないのか。そっちから回ってみる。あそこなんか開けられそうだね。ここがスペースフライトデッキなんていうのかな。スペースフライトっていうのをどう訳せばいいのかちょっと分かんなかったんですけど、うん、ターミナルはね、空港みたいな感じだと思うんですけど、ね、空港だとおかしいし、宇宙飛行ターミナルって訳してますね、スペースフライト。やっぱそれでいいのか、宇宙飛行。おー。まだ一般化してないんで、そういう言葉がないですよね。私、航宇宙って、航空のやつで、空の空の部分をね、宇宙のにして訳しましたけど、やっぱこっちから行かなきゃいけないのかな。おー、すげー揺れてる。すげー揺れてるよ。 OK、 じゃあこれで、はい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 。なんかエイリアンはいないみたいだね。音が聞こえないもん、全然珍しく。このままさーっと終われるといいんだけどなそんな甘いこと、甘くいくとは思えないけど。なんかアイテムない。スクラップがマックス。メリキットでも作っときますか。よし、スクラップがね、100いくつ持てるんだろうね。これ EMP マイもいっぱいあるし、必要ならノイズメーカーぐらいですけど、またセンサーがないのでできないのか。モトロフ、モトロフって言っちゃうんですよ。ごめんなさい、私。動画見返してて、モトロフって言ってる時とモルトフって言ってる時と2種類あると思うんですけど、わかんなくなっ、言ってて分かんなくなっちゃってね。これでいいのかな？ OK、なんか合ってる。なんかあんま地図をログイン見ないで来ちゃったけど。とりあえず一回カットしまーす。あ、リピート。聞こえるって、リプリ。セバストプールから抜けろ。ついに来たんじゃねえのこれ。でね、今ね、なんだっけ、ローディング画面中に出てきたんですけど、リプリー時間がないのって、ステーションがね、もうボロボロになってるのって言ってますね。これで終わりじゃないの？なんで出られないの？シグナル、聞こえてる、聞こえる、聞こえるかだって。
ちょっと待ってね、待ってね、なんかしなきゃいけないみたい、その前に。そう簡単に抜け出させてくれないよね。呼びかけてくれてますね。聞こえる？バレン。レディオコンタクト、うん。ああ、よかった。聞こえる聞こえるって。エクステンドドッグクレイドルってのは何だろう？なんかドッキングするためのところを上げてくれって言ってますね。ちょっと待って、イニシエイトドッキング。ここはエイリアン出てきそうだね、ちょっと。ここは最初に来たとこか。そうみたい。あ、なんか。おお。ちょっと待ってね。フレームスローアーの弾が手に入ってるみたいだから。なんかケーブルが下に行ってる。これか。あれ、リストアだ。パワー。ちょっと待って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 。何かしてないことがあるみたいだぞ。アクティベートだ、ガイダンスシステムとハイドロなんとかシステムをする。なんかしてないことがあるみたい。ちょっと待って、なんかパワーコードがあるんで下かなこれ。あー、やっぱりなんか下で作業してる人がやられてますね。うわー、すごいねこれ。えぐいえぐい。ケーブルがなんかそっちの方から出てますね。そっちではない。なんだこれ。センサーが手に入った。ノイズメーカーが作るところで、やはりここか。あー、やっぱあったあったあった。これでシステムか。 OKOKOK。 はいはいはい。じゃあね、ちょっとね、ノイズメーカーだけ作っておきますね。これが頼りになるかもしれぬ。また音楽がね、ちょっとでかすぎるんですよ。よいしょ。で、この2つを起動するんでしょ、多分。なんかね、エイリアンが出てきちゃったような気がするんだけど、大丈夫かな。お、静かになった、急に。おお、びっくりした。なんだよ、いるんかいな。いるのかな。よいしょ。何やともあれね、炎じゃなくて、このあれが欲しいんですよ、私は。セキュリティ中なんか、この謎の妙しげ。よし、一つ終わった、一つ終わった、一つ終わった。大丈夫かいな、これ。来た？来たっぽい？船が壊れていってる音なのか、エイリアンが出てきた音なのか、区別できるようにしといてね。やっていいのかな？よいしょ。こっちじゃない。あ、また目をしげ。ここだ！よし、決まった。オッケー。いや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 、どうしようどうしよう。ちょっと待って待って。で、どうすんの？トープラットフォームドッグコントロール。プラットフォームドッグコントロールが下にあるの、なんかし、なお、ユーザーターミナル。ターミナルを使えって、ドッキングクランプを上げるために。それは一体どこにあるの？あのパソコンかな。あのパソコンっぽい。セーブしてった方がいいかな、これ。これ絶対生きてるよ、みんな。絶対生きてると。ちょっとこいつ触れないで行こう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 。多分その人蘇ると思うんだ。よし、早く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 。エラー、スタビリティアラート。これじゃないな。これだ。オッケーオッケーオッケー。
ドッキングね、クランプってその伸びる部分が始まったら動くのがあって、ちょっと待って待って、セーブできるかな。セーブさせてください。とりあえずすいません、とりあえずあっちに行きます。エイリアンさんが出てこないこと、あっち行けばいいのね。了解了解。じゃあここはちょっとこれで行こうか。まだやらせんのかよ、なんか。とりあえずエイリアンが出てこなかったんで、すごいスムーズに行きましたね。これ静か、でも反応はあるんだよね。なんかね、音がするんだよ。上から階段を、ちょっと待って、上だよね、デッパーデッキって言ってんだから。下見てった方がいいのかな、これ。下はね、ダメだね、これね。すごい、すごいことになってるぞ。なんかアイテムがありますの。ブラスティングキャップ、これだけのアイテム。いろんなアイテムがありますの。42しかないから、もう1回しか撃退できないと思うんですよね。この後ろとかにはない。いるみたいだぞ。ないね、アイテム。いきます。あ、1000ポイント1000ポイント1000ポイント。アイテムみたいな、あった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 、アイテムと、あー、これはフレームスローワーじゃないか。これは開かないのかな。開かないみたい。とりあえずセーブします。やめてよ、出てくんのこんなとこで。よし、92まで復活したぞ。で、どうすんの。エクステンダーパーソナル、うん、パーソナルアンビリカルっていうのは、なんかその乗るやつでしょうね、多分ね。ドッキングするための、こんなぶっ壊れてるとこ使えんのかな。あー、ないんだって。全部消えちゃってるって。メンテナンスリグを代わりに使うことができるかもしれない。あー、なるほど。宇宙服を使ってね、泳ぐことになりそうだけど、それを使えばーって言ってる。エクステンダーメンテナンスリグ、これでやればいいの。これはもううまくいくはずよって言ってる。なんか書いてあった。 KG348 っていうのが多分この星の形態だと思うんですね。デコミッションワークログ、これか。メンテナンスワークログクリエイト、これだって。ゲットゥーダイヤロック。おおおおお、ちょっと待ってね、ここにもいっぱいアイテムあるんじゃないの。ちょっと見とく。あ、ある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 。フレームスローフィール、やった、見といてよかった。117まで増えたぞ。じゃあこれで一回セーブしたいけど、うわー、空いてる上。大丈夫？オッケー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 。とりあえずセーブしていきまーす。はい、オッケーです。じゃあね、多分下に降りて、さっきの私が一番最初に入ってきたエアロックに行けばいいんじゃないの、これ。ここ怖いよ、ここ。あっあっあっ！何？いるの？あっ！いらっしゃいます！ちょっと下に行ったのかな、あの人。あの人だって、あの人になっちゃってるよ。エイリアンさんは下に降りて行ってますね。でも行きたい方向はそっちなんだけど、大丈夫かなこれ。
いやーいる。あーどうしようこれ、ついていった方がいいのかな。どこ行った。あー気づかれた。あれ気づかれてなかったみたい。ちょっと、え、おお揺れてる。ちょっと待ってね、あそこのエアロックまで行けばいいんでしょ。じゃあどうしようか、とりあえずちょっとこっち行って、そしてですよ、ノイズメーカーを向こうの方に投げる。いやちょっとなんて、俺のノイズメーカー返してよ。ちょっと集まってきちゃう、集まってきちゃう。よいしょ。これ多分下通っていけんじゃないの？ダメかな？ダメか？開いてないのか？開いた。ちょっと待ってね、もう一個ノイズメーカー作っときますね、一応。何匹かいるみたいですね。恐ろしいや。ああちょっと帰らさせて。ああちょっと殴ったのに入ってくるとは思わなかったわ。いやーもう狙われ、スポッティングされてたのかな、下見えるんで。いやーまさか。てかあれを投げ間違えたのが問題だったんだね、やっぱり。くそー、アイテムの切り替えなんてそんな頻繁にできないのに。これまたいるのかなこれ。あ、ここ必ずリスポーンするんだ。しかもこっちは向いてないでついていけってことですねこれね。そこ最後のヤババか、複数エイリアンの監視網をくぐり抜けろっていう。そいつ返してもなんかもう一匹いるみたいなんですよね。そいつはなんか振り向かないような仕様なのかな。ちょっと待って、閉まらないで閉まらないで閉まらないで、分かんなくなっちゃう。うわー、いけない方のところに行ってしまったようだ。参ったねこりゃ。そのままこっそり通り抜けられないので、困ったねこりゃ。ちょっと待ってください、トイレ行ってきます。さてテイク3まで行っちゃったよ。どっち行くんだっけ。こっちか。ですよ、じゃあさっきのはちょっと運がなかったっていうか、なんていうかですけど、この人ついていって、必ずそこで出てくるみたいですね、やっぱね。で、下はランダムみたいですね。下がランダムなのにどっちにいるんだろうな。この右行ってみようか。早めにやっぱ火炎放射器を使う。うわー、ここ山場だ。左にはいないぞ。ここで投げるべきか。ここ投げさせないようになってるっていうのがいいね、またね。ノイズメーカーがこれ。それ。
みんな動いてる、みんな動いてる。行ったっぽい、行ったっぽい、行ったっぽい。見られてるっぽいけど大丈夫なのかな、これ大丈夫？セーブゲーム大丈夫かな。早く早く、大丈夫だったみたい、大丈夫だったみたい。それでなんか知らないけどアップデート、これ来て終わりじゃないの。やったやった、たどり着いた、たどり着いたよ。よし、来て終わりでしょ、これで。あれまさか、ちょっと、俺、終わりじゃないの、まだ。ちょっと、今泣いてんだと思ったよ、なんか、もう、感極まって。やっと抜け出せたのねって。で、どうすんのこれ、なんか下に落ちて。なんか、ゴール直前で振り出しに戻るっていう、スゴロクのあれですね。あ、卵埋めつけられた？まさかの。うわぁ。これ、やばいんじゃないの、リプリー自体が。ファックって言ってる。いやもうここも巣にされちゃってるんですね。でこの人はもう胸から出てもう先人の方ですね。ゲッチまた戻らせんのかい。ちょっとすごいゲームだねこれ。もう映画的な展開が。ちょっと待って、卵のおフレアマックスタグね。またあれがフェイスハーガーが出てくるな、これ多分。そこの卵もそこの卵もあれだけ、あい、ちょっと待ってね。ああ口が開いてるやつのそばにはいかないようにしよう。フレア、アイテムがあるね。エアホッケー台の上。怖い。どっち行くんだ？こっちは閉まってるな。うわ。これみんな開いてるよね、でもね、口。うわ。ちょっと、来たみたいだよ。OK。それで暗くて全然わかんない。あ、なんかある。リボルバーも今さらまた使わせんの。すごいね、卵だらけ。どっち行けばいいんだこれ。一応右奥も見とく。あーこれなんか線路か、ん？電車がなんかなのかな？どこなんだこれ。